オーストラリア、中切り込んでくる、クロスが上がる、川島どうだ、なんということだ、日本先制点を許してしまった。さあ日本同点ゴールが見たい。本田低いボール、勝負を決める覚悟を見せています。この本田の PK に日本のワールドカップ出場は託されました。5大会連続ワールドカップ出場に向けて